国鉄 c 五十六形状機器関車国鉄 c 五十六形状機器機車百六十5機 c 五十六百六十二千二年に SL アワシ国サブロー号として運行された c 五十六百六十これが平成期の徳島県における唯一の SL 運転である c 五十六百六十は西日本旅客鉄道の梅小路運転区に所属し京都鉄道博物館にて 胴体保存されている蒸気機関車で、日本国有鉄道の前身である、鉄道省が製造した C56 系蒸気機関車の一両で、ある。SL 北尾和子号や SL 山口号の牽引機関車だったが、2018年5月27日を、もって、本線運転を終了した。同じ梅工事運転区に所属する C57-1 と共に、 現在まで一度も廃車されたことのない胴体保存機である。1939年4月20日、川崎車両兵庫工場にて C56 系のラストナンバー機として完成。戦前は津山機関区、戦後鹿児島機関区から横浜機関区を経て、1964年に上、諏訪機関区と移り、その後は小海線、飯山線、七尾線で運用された経営機を持つ。 上、諏訪機関区所属時には、入れ替えようとして、虎模様のペイントをされて運用されていた時期もあり、また先に、配属済みの C1266 の領有として過ごして、来た。1972年7億機関区から、梅工事運転区へ移動し、宝転属してきた SL の搬入に使用されるなど、したが、梅工事蒸気機関車間開館後は、特に目立った動きはなかった。 国鉄時代並びに JR 時代初期は全国からの貸し出し依頼が多く各地を走行した。1980年11月22日には函館本線小樽札幌間で北海道100周年記念号の牽引機として抜擢されて以降は走れる路線を選ばないとの特性から全国各地での出張運転に供されるようになった。JR となって 全国各地で SL が復活した後は、1995年8月19日に運転を開始した北陸本線、前原木の本間の SL 北尾は古豪をメインに、山口線新山口津和野間の SL 山口号で C57-1 との10連運転、C57-1 県不能時の 代理経営機関車など JR 西日本管内にて使用されるほか JR 東日本や JR 四国仙台臨海鉄道タルミ鉄道など他社での運転実績がある四国の路線を中心に脱線事故の恐れがあるとされているバック運転も数多く行ってきたが無事故の運転を行っていた1995年8月19日の 運転開始当初から2003年8月までは、木の本前原間にて、SL 北美は古号を逆機で牽引していたが、特急列車や貨物列車、さらに、美和湖線からの新快速列車の新規乗り入れなどによって、ダイヤ上の制限がかけられたことから中止され、同年11月8日からは、改装列車となった。ただし、定期検査明けの試運転では、 木の本前原間で逆機で運転された。2006年、梅工事の蒸気機関車群と関連施設として、純鉄道記念物に指定された。なお、現在の同期の汽笛は、汽笛のなりが悪くなったために、2000年代に入ってからは、陶器が山口線へ入線される前までに、かつて同体保存されていた C58-1 のものと交換され使用している。 SL 北尾は小号や SL 山口号の牽引運転以外の時期には、現在も梅工事運転区にて整備や試運転が行われているほか、併設する京都鉄道博物館の展示運転、スチーム号の代行運用につくこともあった。2017年9月23日、京都駅ビル開業20周年及び JR 発足30周年の記念イベント、SL ワンダーランドイン。 京都駅ビルにおいて、京都駅7番乗り場に有価状態で展示された。京都鉄道博物館と京都駅との間の牽引は、同じ梅工事運転区に所属するで1 0 118により牽引された。JR 西日本は2017年をめどに、梅工事蒸気機関車間で、SL スチーム号として、校内運転用に、胴体保存されていた D51-200 を本線で、 運用できるように大規模な修理を施し復活させ、SL 北尾は今後及び SL 山口号の牽引機関車を置き換えることを2014年10月17日に発表した。それにより本機は本線運転を終了することとなった。その要因としては今後運転を続けていくために必要とされる新型の保安装置 ATSP 型を追加する際、 電源設置の機器スペースを大きく取る必要があるが、本機の小型の淡水車に搭載すると、10立方メートルと点が空きの淡水車としては少ない、水容量がさらに減少するとともに、航続距離が減少し、SL 北部は古号での本線運転すら難しくなってしまうためである。また、SL スチーム号として使用する機関車の検査も合わせて行うこと。 作業従事者の数の都合などから、本線運用機は2台までという JR 西日本自身の方針により置き換えが決定された。なお、報道などでは老朽化を理由として掲げているが、梅工事運転区で整備を担当している職員によると、本機は不具合が少なく今まで大規模修繕が必要になるほどの状態悪化が確認されていなかったといい、全国の動態機全体で見ても、 かなりの好長期であった。2018年2月23日、JR 西日本は、同5月5日に、D51-200 との従連運転を行い、翌6日に、津アの新山口間で、運行予定の臨時列車、ありがとう C56 号の運転をもって、SL 山口号並びに、山口線内での運行を終了する方針の発表が行われた。また、 山口線での運転終了発表後の同年3月19日、5月27日の SL 北尾は古号の牽引をもって、本機の本線最終運転が公表され、これが最後の本線運転となった。京都鉄道博物館にて2018年5月27日、最後の営業列車である SL 北尾は古3号が13時15分に、前原駅を発車、14時に、 木の本駅に到着し、これをもって本線運転を終了。梅工事運転区へ改装後、京都鉄道博物館の線形車庫で本線運転引退セレモニーが行われた。早々高距離は141万キロメートル。SL 北尾は午後及び SL 山口号の運用を D51-200 と交代し、今後は、 その D51-200 が今までになってきた役割を引き継ぎ、京都鉄道博物館の展示運転、SL スチーム号として運用される。その後、本機は本来受けるべきである中間検査 B の施行を行わず、同車庫内にて校内運転用の機関車と同じ整備基準、いわゆる胴体 B グループとしての整備を実施。これにより、本線走行は事実上不可能となった。 この整備に際して、本線走行時に必須装備とされていた、煙突状の回転式、日の子止めと前後の標識等は取り外され、すっきりとした姿となった以外、表面上から確認できる変化は見られていない。同8月18日、SL スチーム号での運転が開始された。なお、車席の扱いについて、現時点では未定である。2018年5月27日の、 本線運転終了までの間の SL 山口と SL 北尾は今後以外の臨時列車としての運転記録は以下の通りである。客車は基本的に12系客車を牽引する。ありがとうございます。